あら。いいわよ。一緒に楽しみましょう。楽しませてちょうだいね。全力で来い。それじゃ、あら。いいわよ。一緒に楽しみましょう。楽しませてちょうだいね。全力で来い。ナイスロン。私の番ね。ナイストーン。決めるぜ。よし。やるじゃん。ナイスロン。行くわよ。ナイスポール。よし。勝負ありだな。いや、悔しい。それじゃ、またね。飛ばす。
飛ばす。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 
飛ばせ。よし。かしこまりました。それでは出発いたします。それでは出発いたします。キリュウさん。ではトレーニングルームへ。それではキリュウさん、どのトレーニングを行いますか？こいつを頼む。かしこまりました。それでは準備いたしますね。それでは開始です。素晴らしい。パーフェクト。ブリリアント。
しい。パーフェクト。素晴らしい。パーフェクト。その調子です。ブリリアント。いいですね。素晴らしい。はい、終了です。では桐生さん、次はどのトレーニングを行いますか？これを頼む。かしこまりました。さあ始めますよ。パーフェクト。ブリリアント。パーフェクト。この調子です。素晴らしい。パーフェクト。ブリリアント。さて、それではお食事の時間です。今回おすすめのメニューですが、わかった。それでは桐生さん、頑張ってくださいね。いらっしゃいませ。さ、行くか。ありがとうございました。いらっしゃいませ。さ、行くか。ありがとうございました。
ばらく寝てろ。かしこまりました。それでは出発いたします。いらっしゃいましたね。そして今回のライズアップチャレンジの評価ですが、素晴らしいです、キリュウさん。食事もトレーニングも完璧ですね。これで今回のライズアップチャレンジは終了ですね。お疲れ様でした。しばらく寝てろ。いらっしゃいま。
気に入ったぜ。さ、行くか。何かが横切ったような。待ってくれ。掃除を止めないと。何を言ってるのかよく分からんが、とりあえず少しは。ええ、さっきもそんなことを言った。掃除お掃除、はい、それお掃除ロボットって、お前最近はロボットが掃除する時代なのか。ええ、なんだか急に流行りだしました、ね、漫画ね。さっきあなたの前を、あれがお掃除ロボ、あれが、あ、いや、そういうロボコップ的なやつではないです。それもそうか。しかし勝手に掃除してく。そうなんです、部屋の掃除が終わったら自動で。お前のロボット掃除機部屋を掃除。それが僕今朝掃除に部屋を掃除させていた。センサーが壊れたのかな。ほう。僕がズボラだからっていつも間違ってゴミを吸わないように部屋をピカピカにしてから掃除を動かしてるんです。大事なプレゼントなので。まあまあ、彼女からの大切。もちろんそれもあるんですが、ん、あの掃除は僕の婚約指輪。何、僕彼女にプロポーズしようと思って半年前からなかなかプロポーズの踏ん切りがつかなくて。ですが朝に家で予行練習をしていたら緊張のあまりセンサーの調子が悪かった掃除が吸い込んで。そんなこと。はい、不幸な事故だったな。あの会ったばかりのあなたに。俺が。ええ、あまりにもすばしっこすぎて指輪がないと僕のプロポーズが。ま、いやはや仕方ね。申し遅れました。俺は桐生だ。はい、すみませんが、よろしくお願いします。猫か。うまそうだな。よし、いい子だ。十分懐いたな。よし、猫カフェの店長に。
桐生さん、ありがとうございます。また懐いた猫がいましたら連絡ください。よろしくお願いしますね。キリュウさん。ああ、おい、汚れって何のこと。まさか汚れを感知します。てめえ、俺っちゅバカにしてんのか。ご機嫌斜めの日だったしよ、ちょうどいいわ。こいつをぶっ壊してすっきりすることにするぜ。おい待ってください。藤田、なんだよおめえはよ。それは僕のなんです。返してもらえませんか。はあ、お前のだって証拠はあんのかよ。あります。その送信のシリアルナンバーは QF02684861455。 よく大事なものですから。うっせえな。そんな、ほら汚れよ。そう、キリオさん、俺もな、三つばかりでかい汚れをか。なんだおっさん。立て藤田。え、大事なものは自分の手で取り戻せ。何カッコつけてんだよこいつら。話し合いは終わりだ。
くぞ。テイプ早く言う。どうかしたのか。指輪を掃除機に吸い込まれちゃうような男にプロポーズする資格なんて。何？今日こそはプロポーズしようって決めていたのに、この挙句の果てに人に助けてもらって。電池が切れかけています。歳彦。あ、琴美さん。歳彦くんにあげたソージーの音がしたような気がして。それよりどうしたの。あ、いや。誰だ。この人は。この子。そちらの方は。あ、うん、キリュウさんって言うんだ。はじめまして、琴美って言います。ところでそれってソージーちゃん。うん。またぼ。あら、どうしたのソージーちゃん。何かしらこれ。指輪？なんで指輪がソージーちゃんか。あ、いや、歳彦くん。藤田、お前は確か掃除機に指それを追いかけどな。藤田、お前の強さは俺が。キリュウさん。あの琴美さん。はい。その指輪、半年前。え、話せばたまたまソージーがそれで情けないし、わけわかんないけど、だけど琴美さん。歳彦くん。藤田、やっと言ってくれた。え、私ね、ずっと待ってたの、あなたからのプロポーズ。琴美さん、もしかしたらこれからよろしくお願いします。いや故障した掃除機が恋の。すっかり綺麗になりました。ハイテクってのも案外悪くね。てめえ、俺たちのユカちゃんを怪我しやがって。壁ドン王子なんて呼ばれて。壁ドン。だからあれはユカさんとは何もないって言ってるじゃないですか。うるせえ。ドラマだろうがな。ムカつく。おい、やめておけ。ああ、なんだよ、部外者はすっこんだろ。お前らの事情に興味はねえが。なめてんじゃねえぞ俺は。邪魔すんならお前も痛めつけてやる。ドリア。やるな。おれ。俺、高山純太と言います。失礼。キリュウだ。キリュウさんですか。勝手にやったことだ。いえ、そうだ、俺バンタムでよく飲んでるんで、もしお会いできたらせめて一はい。
なんだ。来い。うまそうだな。ほーら、うまそうだな。よーし、いい子だ。よし。また懐いた猫が。時間食っちまった。せやがって。あ、改めてこの前は助けていただいて、実は俺俳優やってるんです。だから。なるほど、芸能人はいろいろ苦労するんだな。この前のあいつらは何だ。ねえ、彼らはアイドルのゆかちゃんのドラマの中で、俺がゆかちゃんに壁ドンをしたことに腹を立てているようで。壁ドン？ねえ、これでも俺壁ドン王子なんていう。そうか、悪いがテレビはあまり見なくてな。それよりその壁、壁ドンご存知ないですか？最近流行ってるんですけど。何かの神話に。そ、ポセイドンのこと。壁ドンっていうのはですね、キリュウさん、ちょっとこうか。ええ、じゃあ。おい、ちょっと待って。どうですか、この状態で耳元に何かを囁いたり。距離。そういうものか。やめろ、
この壁ドンを俺がやったら女子に、お、うん、せっかくですし桐生さんもやってみて。桐生さんみたいな渋い方が壁ドンをすれば、お、俺がか。慣れれば自然にできますよ。ちょっと練習してみては。そうだな、あら、なーに。こちらは釜石さんといって俺の飲み仲間なんですよ。で、こちら桐生さん、今壁ドンの極意を教えてたんだ。あら、いい男じゃないの、この人の。はさ、どうぞ。やり方は簡単です。釜石さんは、よし、いいわ桐生さん。変な声を出すな。桐生さん、そこで女の子がときめくようなセリフをささやくんです。今夜お前のすべてを。あげちゃうわ、全部持って。興奮しすぎだ。あんたやるじゃない。ありがとうよ。結構難しいもんだな、人気者になったし。まあそう、いろいろとバカにされたりしますし、プライベートもないようなものですよね。だからど、いけない。桐生さん、今日はありがとうございました。ああ、はい、それでは失礼します。いらっしゃいます。うまいな。さ、行くか。ありがとうございました。この前はよ、格闘技やってる仲間連れて。おお、最後の壁ドンを。 お断りします。なんだ、そんなに壁ドンがしてもらいてえなら。お前は高山さん。どいつもこいつも頭にくる、ぶっ殺してやるよ。いかげんなしだ。そういえばお前ら、壁ドンが見たい。いや、あれは。せっかくだ。結構。動くと怪我するぜ。お前の全てをいただくぜ。おい待てよ。高山。はい。最高。俺のなんかより全然かっこいい。俺が壁ドン王子なら。壁ドン大王。では俺。ああ、壁ドン大王か。Yeah.
おお、きれそうこなくっちゃ。負ける気がしねえ。手加減しないぜ。どんまいどんまい。よし。あれ。何？くそ。どうした？決めるぜ。どんまいどんまい。よし。あれ。くそ。あれ。
それじゃ、また勝負しよう。目障り。時間食っちまった。
らっしゃいます。うまいな。さ、行くか。ありがとうございました。ですね。いける。すっごい嬉しいな。ずっと会いたかったんですよ。本当に。よし。お世辞じゃないですよ。今回も最高の気分の限界まで私を行かせてください。うん、いける。楽しみだな。一緒に行きましょう、天国へ。やっといてなんですけど、見られてるとやっぱりちょっとドキドキする。いける。ありがとうございます。どうすればリラックスできるかな。こうですか？こうかな？ありがとう。おかげで緊張が解けてきたみたい。お礼に何か一つお願いを聞いてあげようか。よし。しょうがないな。じゃあ行くよ。またドキドキしてきちゃったよ。みんなが盛り上げてくれて嬉しいな。じゃあみんなのお願い聞いちゃおうかな。いける。もう分かったよ。じゃあちょっとだけだよ。いける。恥ずかしい。本当にちょっとだけだからね。
くよ。けど喜んでもらえるならもっとサービスしちゃおうかな。もっともっとユアのこと楽しませてね。どうかな、その私の体で興奮した？よし。よかった。みんなが私を見て興奮してるとか考えるとちょっとドキドキしちゃうかも。よし。大きくなってるの？何が大きくなってるの？そうなんだ。なら、もっともっと大きくしちゃおうかな。みんながすっごく興奮してくれるから私まで興奮してきちゃったじゃないですか。はぁ、興奮して体がほてってきたよ。恥ずかしいけどもう少し脱いじゃおうかな。じゃあ脱ぐね。ちゃんと見て興奮してね。脱ぐよ。見える？ですか？なんか私が私じゃないみたい。エッチな私をもっと見てくださいね。私って魅力的ですか？どう思いますか？よし。本当ですか？その私のこと好き？優しいんですね。私も好きです。今日はなんだか大胆な気分になれそう。ありのままの私全てを見せてあげたいな。
裸のままの私を。私もう我慢できないよ。ねえ桐生さん、私と二人っきりになってくれませんか？あなただけに私のすべてを見てほしいな。いける。じゃあ行きましょう、二人っきりの天国へ。あ、素敵よ。もっと来て。あなたになら私のすべてを、裸の私を見せてあげます。あったかい、気持ちいいです。一緒に最高の場所へ行きましょう。あ、壊れちゃう、壊れちゃう。最高の時間でした。何度も幸せの絶頂に行っちゃった。いける。恥ずかしいけど楽しみ。絶対にまた遊んでくださいね。それじゃあ気持ちよくしてくれてありがとう。バイバイ。よし。よしよし、
いらっしゃいませ。当店ではまた別ご指名はいかがいたしましょう。空ですね。少々お待ちください。いらっしゃいませ、キリュウさん。ずっと待ってました。こちらです。キリュウさんって、ありがとうございます。これが何を練習？私、馬が…おー、馬。いいからやってみろ。すごいな。正直まだまだかなと思ってた。ありがとうございます。台湾の曲もたまに聴いたりは、やっぱりアニソンが大好き。キャバクラは、そろそろお時間。ごゆっくりどうぞ。それ私も大好きなんです。美味しいですよね。へえ。そろそろお時間。ごゆっくりどうぞ。具体的にこれになりたいっていうような夢はないんですけど、台湾にいる家族に。なるほど。そうですね、私が日本で。ありがとうございます。キリュウ様。空は日本に来て長い。そうですね、日本と台湾マナーとかが一番多いですね。食事中、あと言葉もほとんど大丈夫なんですけど、特にカタカナっていろんな種類があるじゃないですか。難しいですよね。なるほどな、カタカナ言葉か。I love you。 何言ってるんですか、キリュウさん。ちょっと簡単すぎたか。意味はもちろんわかりますよ。キリュウさんって意外とキザな。他にわからない言葉があったら俺に聞け。はい、ありがとうございます。かしこまりました。それでは出発いたします。